皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回はビエノワにバタークリームを挟んだおやつパン、ミルクフランスをご紹介します。まずはバタークリームから作っていきます。常温で柔らかくしたバターをホイッパーで混ぜます。柔らかくなったバターに粉糖とコンデンスミルクを加え、さらに混ぜます。バタークリームができたら絞り袋に移して冷蔵庫で休ませます。次はビエノワの生地を作っていきます。生イーストを 6g、 ドライの場合は半分の 3g になります。卵は余っても後で色付け用に使うので取っておきます。ボウルにバター以外の材料を入れたらカードを使って合わせます。手でやっても構いません。粉っぽさがなくなってきたら台に移して手でこねていきます。生地がまとまって台や手にくっつかなくなってきたらバターを入れるタイミングです。バターがはみ出してきますが、こねているうちにまとまってきます。指が透けて見えるくらい薄い膜が張ればこね上がりです。ビエノワのこね上げ温度は26度、生地の温度は発酵時間を左右するので、測る習慣をつけておきましょう。生地の表面を張らせたら、35度で60分、一次発酵を取ります。生地をボウルから出して6個に分割します。ここでは丸めのやり方を2通りご紹介しています。強く絞った濡れ布巾をかけて生地を乾燥から守ります。成形に入ります。
綿棒を使ってガスを抜きながら平らに伸ばします。90度回転。閉じ目をしっかり閉じて、同じ太さになるように整えます。最終発酵を取る前にハサミでクープを入れます。最終発酵が終わったらオーブンを190度に予熱しておきます。焼き上がりました。僕のおすすめは深入りの豆で入れたブラックコーヒーと一緒に。レシピが気になる方は動画の概要欄にもあります。今回もご視聴いただきありがとうございました。